はい、皆さんこんにちは。今日も楽しくまったりマインクラフトやっていこうと思います。前回初めてのマグマダイブをしてしまったので、今持ち物がゼロの状態ですね。そこからやっていきたいと思います。早速食料の確認。あー、小麦全然ちょっとしかなかったね。あ、そっか、木材も全部持っててたから菓子なくなっちゃってますね。苗木も持っていきましょう。じゃあまずは小麦回収してパン作りですね。いや本当にさ、やっぱり小麦畑作っといてよかったよね。サバイバル生活で一番大事なのはやっぱり食料確保なので。まあブラマイチョウ作りだけならそんなに走り回ったりもしないし、お腹もそこまで空かないと思うから、ある程度収穫してパン作れたら OK かなと思うのでね、このあたり軽く収穫していきたいと思います。小麦植えるのって楽しいんですよね。なんかずっとサクサク言ってるし、また余裕ができたら場所を見つけてこう広い段々畑とかも作ってみたいなって思ってはいます。よし、じゃああとこの辺りを植え直したら小麦畑での収穫作業を一旦終了にしましょうかね。この短時間でも結構小麦取れました。1スタック以上で、小麦3つでパン1つだから、パンが27個ですね。もうこれだけあったらとりあえずは十分です。じゃあ、まあ、3スタックぐらいあったね。菓子の木も全部なくなっちゃったので木を切っていきましょう。使いかけの斧をさ、拠点に1個置いてたからすごい助かりました。やっぱり予備持っとくのって大事だね。よし、木材の確保も道具をね、ツルハシとかある程度作れるくらい確保できたら一旦終わりにして、前回の続きでまた地下を掘る作業をやっていきたいと思います。よし、もう一個あるね。 OK で、一応植え直してね、この辺りの木が全然なくなっちゃわないようにはしておきたいと思います。14個か。ここちょっと低木で見通しが悪いから、この辺りだけ切って終わりにしようかな。よし、じゃあここも植え直して OK。 そろそろでは地下に向かっていきましょう。はい、到着しました。あ、そうだ、ここに丸石ちょっと残ってる。あ、よかった。そしたらまず木材作って、で作業台もねなくなっちゃったから作業台も作ってここに置いとこう。でツルハシだね。よし、ツルハシ2つ作りました。あ、主役の根源、ここをまずねきっちり塞いでいきましょう。よし、ここもだね。 OK、じゃあね、また前回の続きでどんどん掘り進めていきたいと思います。いや、あれだけ気をつけてたのにね、やっぱり目の前に、まあ、石炭だったり鉱石があったりとかするとついついね欲が出て深追いしちゃって、ああやってねマグマにドボンしちゃったりとかするから、本当に目の前に貴重なものがある時こそ気をつけていかないといけませんね。ここの石炭本当に取りたくなっちゃうもん。下マグマだからこれもね今は取れないですけど。ちょっとここに残ってた石炭をもらって松明を作りたいですね。掘ってるとやっぱりどんどん暗くなってきちゃうから、常に明るく明るくしていきましょう。
レッドストーン発見しました。このワールド初めてのレッドストーンですね。ちょっと見やすいようにここ掘ってみます。2つある。いや嬉しいですね。またレッドストーンを使っていろんなねこう自動丸々機みたいなのとかも作っていきたいので、これも後で鉄のツルハシで収穫していきましょう。あ、待って、またラピスラズリも出てきましたよ。とりあえず掘っちゃおう。ここなんかラピスラズリすごい多いですね。向こうにもあったのに。あ、待って、金、ワールド初めての金鉱石も発見しました。ちょっと明るくしましょう。すごい、いっぱい見つかりましたね。綺麗。レッドストーンとラピスラズリと金鉱石全部です。ちょっとこの普通の石の部分削ってみようかな。これはなんか景観的にも綺麗な予感がする。あ、鉄もあるじゃん。すごい、こここんなに急にいっぺんにたくさん見つかるとは、ちょっとテンション上がっちゃいますね。ラピスラズリもまた8ブロックはありますね。すごい。わー、金もいっぱい。やっぱ金鉱石とかテンション上がります。よし、どんどん鉱石以外の部分ちょっと掘っていってみましょう。あ、また鉄があった。すごい、ここ鉱脈だらけです。鉄もだって結構全然見つからなかったのにこんなにたくさんありました。ここもちょっと明るくしとこう。すごい。じゃあ早速この鉄鉱石をいただいていこうかなと思います。何個あるかな。2個3、あ、結構あるね。4、5、6、7、8個ゲットできました。でこっちのも取るでしょ。いきなりこれで結構鉄ゲットできてますね。嬉しい。念願の鉄ですよ。やっとワールドで初めて鉄鉱石ゲットできました。16個。早速じゃあ焼いていきましょう。ちょっと苗木余ってるから苗木使って焼いていこうかな。よし、じゃあ鉄が焼けるのを待つ間にまたこの奥ですね、掘っていきましょう。で鉄のツルハシを作ったらまたラピスラズリ、金鉱石、レッドストーンの回収もしていきたいと思います。いや、やっぱりこういうことがあるから地下掘るの楽しいよね。そろそろ鉄が焼けたかな。あ、火が消えてる。焼けてますね。よしよし、これで念願の鉄の延べ棒ゲットです。じゃあ何から作っていこうかな。まず絶対いるの鉄のツルハシでしょ。で、あとバケツがね、いろいろな用途に使いたいからこれ2つ作っておきます。で、ハサミちょっとね、これも使いたいから作っておきます。はい、それでは鉄のツルハシを使っていきましょう。まずはラピスラズリから。お、あ、いきなり5個も。そっか、鉱石1つ壊すと5個とか8個とか結構たくさんゲットできるんですね。こっちは、あ、この下はマグマなんだ。じゃあここはちょっと一旦取らずに置いておきましょう。じゃあこっちから
初めての金鉱石。わあ、なんかやっぱり金ってテンション上がりますね。しかもすごいいっぱいある。まあ今すぐに金使うところはないと思うんで、とりあえず鉱石のままね、大事に取っておきたいなとは思うんですけど、6個ゲットできました。はい、そしたらこっちもラピスラズリ大量にあります。わ、もう1スタックいきなり行きそうな勢いで取れてるんだけど。57個ゲットしました。はい、そしてレッドストーンです。レッドストーンはね、回路を作っていろんな自動製造機とか作るのにも使えるし、鉄と合わせてコンパスを作って、さらにそれとね、紙から作った地図を合わせることでコンパス付きの地図になって、それも便利なので、また作っていきましょう。あ、夜だ、出入り口開けっぱなし、危ないから閉めておきましょう。で、ここの倉庫に取ったものをしまっておきたいと思います。こういうの持ったまま、またさ、マグマにダイブとかしちゃうと本当に悲しいからね、ここはもう安全第一でしまっておきましょう。はい、それでは今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。嬉しすぎて先にここでエンディング動画を撮っています。金鉱石、鉄鉱石、ラピスラズリ、レッドストーンをゲットすることができました。次回はこのあたりもう少しだけ掘り進めてから、ブランチマイニング場の内装を作っていきたいなと思います。また見ていただけると嬉しいです。